では解説をしていきますね。一辺4センチの正方形があります。この正方形の辺の中点、中点、頂点、これを結んでできる三角形があります。この三角形を区切って、内側にこんな図形を作りました。この図形の面積を求めなさいっていう問題なんですけれども、まずはこの三角形ですよね。平面図形でっていうよりは、立体図形の展開図として有名な図形なんですけれども、ここを底面として、この線で折り曲げて、これを組み立てますよね。この直角、この直角、この直角がここ一点で集まるような形になって、こんな三角錐ができますね。この三角錐自体表面積が、展開図が正方形になるわけですから、表面積が求められる図形として結構有名です。大事な図なんで、この三角形の面積の比、軸によってちゃんと覚えておいてくださいっていうふうなところもあると思います。どういうふうになっているかっていうと、ここを1としたら、2、2、3ですね。1対2対3になってます。もちろんこれを覚えてなくてもね、普通に計算してくれれば出てくる数字なんでね、まあこれは大丈夫だと思います。だからこの三角形の面積っていうのは正方形の面積の8分の3ですね。じゃあ8分の3の図形のうちのどんだけかっていうのを考えます。普通はこういうふうに三角形の辺を区切って求めれるような図形ですね。周りからこれ、これ、これっていうのを輪辺比ですね。こういうやつです。こういうふうな図形なんですけれども、この三角形とこの三角形が重なっているとき、大きい三角形と小さい三角形の面積の比っていうのは、ここの頂点から考えた長さ、ここを A、ここを B、ここを C、ここを D としたとき、大大小の面積比っていうのは、A×B 対 C×D。これを利用して求めるのは普通です。これを求めて、これを求めて、順番にこの3つ求めて全体から引くと。こういう方法でできるんですけれども、パッと見てもらったとき、結構ね、この比っていうのはごちゃごちゃ書いてるように見えて、綺麗な比になってます。1対1、こことここの長さ一緒なんですね。こことここの長さも一緒。さらに言うと、この点、この点っていうのは、この辺、この辺の、それぞれ真ん中の点になってますよね。これだけちょっと書き出してみると、真ん中の点、真ん中の点、これ結んでやると、こことここが等しい、こことここが等しいっていうことで、この線とこの線っていうのは平行になってるんですよね。これ後で使います。このうち、ここの部分引きたいんですけども、これって、この図形の中で面積が同じものを見つけることがすぐできますよね。こことここの長さが一緒だから、ここを結んでもらって、そうすると、この三角形とこの三角形の面積って一緒ですよね。同じように、これって、ここ1対1だから、ここを結んでもらったら、これとこれの面積、これも同じになりますよね。さらに言うと、この三角形、もうわかると思うんですけど、この三角形とこの三角形ですよね。これ、平行ですよね。1対1だから、等積変形して考えてもらってもいいんですけど、この線上で結んだ三角形っていうのは、すべて、ここ底辺として高さが同じ形になりますから、こことここ面積一緒。これとこれ面積一緒ですよね。わかったことをまとめていくと、これとこれが一緒。こことここが一緒。そして、こことここが一緒。ってことは、斜線部分の面積っていうのは、この三角形の面積の半分でわかりますよね。じゃあ最後、式変えていきますね。正方形全体の面積っていうのは一辺4センチだから 4×4。そしてこの三角形っていうのは正方形の面積の8分の3。斜線部分の面積っていうのはこの三角形の面積の半分だから2分の1倍して答え3平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。ちょっと見ただけでね、この斜線部分の面積がこの三角形の面積の半分っていうのはなかなか気づかないと思います。時間を置いて見てもらうとね、あ、これもしかしたらっていう風な感じで、まあ、ここの1対1、1対1ありますよね。一つでも、こっちでもいいです、こっちでもいいです。はめ込んで同じだなっていう風に気づいてもらったら、こことここですね。実際には合同な形になります。これをここにはめ込んでちょうど半分と、こういう風に気づけることもあるかなと思います。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。